ビューハス号は台湾の台中市出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。統一ライオンズに所属している。台北市立体育学院から合作金庫銀行を経て2004年に中華職業棒ダ大連盟の統一ライオンズに入団。2004年は CPBL に入団した台湾出身選手では史上初となる初打席本塁打を放ったものの、 この年は54試合に出場し日本塁が打率117に終わる。67打席で27三振と打撃の荒さが目立った。2005年はレギュラーをつかみ94試合に出場。この年のオープン戦では満塁本塁打を放ったが、前を行く一塁走者の高し津賀を追い越してしまい、本塁打が安打に訂正されるという陳事を起こしている。二千六年は、 初のゴールデングラブ賞とベストナインを受賞した。2007年は自己最高の打率338を記録し、2年連続のゴールデングラブ賞とベストナインを受賞。台湾シリーズでは3本塁打を放ちチームの優勝に貢献した。地元台中で行われた北京オリンピック予選にも出場。2008年は リーグただ一人となる全試合出場を果たしたが、打撃不振に陥り前年度の打率を1割以上下げた。アジアシリーズの s k ワイバーンズ戦では4回に、再平流から3ラン、8回にはこのイニングを抑えられると予選敗退が決まる状況下で、停大からこの日2本目の3ランホームランを、放ちチームを決勝に導いた。2009年は、 地震初の2桁本塁打を記録。2010年は31盗塁をマークした。2016年開幕前の1月29日に、侍ジャパン強化試合日本ルイエスチャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表27名に選出されたことが発表された。バッティングフォームはバットを背中の後ろに構えて上下に揺らし、一気に振り抜く独特のフォームによるフルスイングが持ち味。 一見非常に荒いフォームでありながら選球眼に合わせた待ち玉打法を良しとする。ボールストライクに関わらず自分の苦手な球に手を出さないこと言い換えれば粘る力。相手投手の疲弊を招き、支球を得る確率の向上につながる。しかし、その一方で三振数は多く、2011シーズンの80、三振はリーグ1位を記録した。ニックネームは 昭波もしくは、武道。昭波は、流派ス号が、高校時代に、漫画、墓用、乗高、の主人公、沢村文高に似ていることから付けられたニックネームで、当初は、墓王と呼ばれていたが、簡略化されて、現在の、昭波になった。武道は、本人の名前の北京語での発音が似ているからである。ありがとうございます。